アズ歌は、万葉集巻十四、古今集巻十二収められた、単価百三十四日の総称である。いわゆる東国方言で読まれた、民謡風の和歌。音読みで、東歌と読まれたという説もある。東国各地の歌を集めたものであるが、これらの歌が、どのように集められて、万葉集に収められたのか、その過程については定かでない。 おそらく中央から派遣された国士たちによって集められたという説がある。大別すると収録元の名を取って万葉集集集ま唄、古今集集集集ま唄に分かれる。性愛表現の直接性や特殊な語彙、語法が登場する独自性の強い特徴があり、鴨のノ淵はこの得意性を東ブリと称するが、この東ブリとは何かについては、 今日に至るまで謎となったままである。近代の範囲で小説があるとすると、以下の4つの説が有力である。全230種。東東海国、品野国、駿河国、伊豆国、相模国、武蔵国、和佐国、下宇佐国、日立国、上野国、下野国、道の区国の12の国による90種と、国の不明な140種からなる。ほとんどは、 東国で人々に共有されていた歌謡とされているため、基本作者は不明である。今でこそ、すべて整った形式であるが、元は整っていない形のものもあったと思われている。万葉集あずま歌の主な特徴として、以下の6つが挙げられる。伊勢国、海野国、相模国、日立国、道の区国の五の国による13種からなる。一説では、 宮中の大歌所が管理していたとされる。収録された東ま歌の例として、道の区はいづくはあれど、塩釜の裏漕ぐ船の綱で悲しもなどがある。ありがとうございます。